国譲りは、日本神話において、天神神が、国つ神みから、吉原中国の国譲りを受ける説は、吉原中国平定とも言う。古事記の編纂者、大野安丸雨の押し穂耳の命の派遣高間ヶ原に、住むアマテラスは、吉原中国は、私の子、ただし正午かつマサ即尾雨のノしシ耳の命が、 治めるべき国であると命に甘下りを命じたが、命は天の浮き端から抱えを除き、吉原中国は大変騒がしく、手に負えないと高間ヶ原の天テラス大美香に報告した。天悟り火命の派遣高見むすひ人と、天テラス大美香は、天の安の川の河原に800万の神々を集め、どの神を、吉原、中国に派遣すべきか問うた。 もう謹慎と神々が相談して、天悟り命の地を派遣するのが良いという結論になった。高木神と甘照らす大御香は、天悟り命の地に、吉原、中国を滑る、大国主神の元へ行くよう命じた。しかし、天悟り命の地は、大国主神の家来となり、三年経っても高間ヶ原に戻らなかった。雨若彦の派遣と、 下神むすヒじんとアマテラス大神が八百万の神々に今度はどの神を派遣すべきかと問うと、八百万の神々と思え謹慎が相談して、天神国玉神の子であるアメワカヒコを使わすべきと答えた。そこで、アメワカヒコに、天の浅か古弓とアマネの羽屋と与えて、吉原、中国に使わした。しかし、アメワカヒコは、 外国出身の娘の下テルビメと結婚し、自分が、吉原中国の王になろうと企み8年経っても、高間ヶ原に戻らなかった。これを不審に思ったアマテラス王美香と高見ムスヒは800万の神々と思え謹慎の勧めでキジナ・ナキメを派遣して、使命を果たさない理由をアメ若彦に尋ねさせた。ナキメが、 アメワカヒコの家の前で大きな鳴き声を上げると、アメのサグメが、この鳥は鳴き声が不吉なので射殺してしまいなさいとアメワカヒコを、そそのかした。そこで彼は、高木神から与えられたアマネの波沈みとアマネのか、久しやで泣き目の胸を射抜き、その矢は、アマテラスオーミカと高木神のところまで飛んでいった。高木神は、血がついていたその矢を、 アメワカヒコに与えたアモウヤであると初心に示して、アメワカヒコは命令に背かないで悪い神のいた矢が飛んできたのなら、この矢はアメワカヒコに当たるな。もしアメワカヒコに邪心あれば、この矢に当たれと言って、矢を抱えに投げ返した。矢は朝の寝床に寝ていた、アメワカヒコの胸を射抜き、彼は死んでしまった。アメワカヒコの死を嘆くしたテルビメの泣き声を、 天にいるアメワカヒコの父、天神国玉神や母が聞き、火えに降りて、悲しみもやを作った。アメワカヒコによく似ていた、アチシキノダカヒコネガミがとぶらいに訪れたとき、アメワカヒコの父と妻が、我が子は死なないで生きていた、私の夫は死なずに生きていたと言って、アチシキノダカヒコネガミに抱きついた。すると、アチシキノダカヒコネガミは、友人だからこそ、弔問に来た。 どうして毛柄はしい死人と見間違えるのかと怒り、大量という剣で、萌屋を切り倒し、蹴り飛ばしてしまった。この萌屋が、美の国の萌屋まであるという。あちしきの高彦ひこの妹の高姫命は、以下の歌を詠んだ。阿部エナ流や弟なバータの女がより歌ま、ノミスマ流ミスアサ流ジアナターサハヤビタジヌのたは、タラスアハルシキタカヒフルドロの丘ビソナリテンナルや、 弟七夕の促せる玉のうごとうに穴玉はや、三谷に渡らす青寒式の高彦根の神ぞや。竹三和知の人とアトリセン神の派遣、今年老主人の復従立て五来人、アマテラス大神が八百万の神々に今度はどの神を派遣すべきかと問うと、思え謹慎と八百万の神々は、伊藤ハバリ神か、その子の竹三和知の脳神を使わすべきと答えた。 天尾奪り神は、竹三和の人を使わすべきと答えたので、竹三和の人に、アトリセン神を添えて、吉原、中国に使わした。竹三和の人とアトリセン神は、出雲国の稲佐のオバマに振り立って、十津河県を抜いて逆さまに立て、その木先にあぐらをかいて座り、大国出身に、この国は我が巫女が治めるべきであると甘照らす王三河、仰せられた。 それをどう思うかと尋ねた。大国主神は、自分の前に、息子の八重子と白主の陣に尋ねるよう言った。こと白主神はその時、鳥や魚を取りに出かけていたため、アトリセンガミが、こと白主神を連れて帰り、国譲りを迫った。これに対して、こと白主神が、恐れ多いことです。言葉通りこの国を差し上げましょうと答えると、船をひっくり返し、 逆手を打って、船の上に、青芝垣を作って、その中に隠れた。竹見中田人の服従諏訪小立五来人が、今年老主人は承知したが、他に意見を言う子はいるかと、大国主審に尋ねると、大国主審はもう一人の息子の竹見中田人にも、聞くよう言った。その時、竹見中田人が繊維に意を手の先で持ち上げながら、やってきて、ここでひそひそ話すのは誰だ それならば、力比べをしようではないか、と竹三和血の人の手を掴んだ。竹三和血の人は手をつららに変えて、さらに剣に変化させた。逆に、竹三和血の人が、竹三中田人の手を掴むと、若い足を積むように握りつぶして放り投げたので、竹三中田人は逃げ出した。竹三和血の人は、竹三中田人を追いかけ、茅国の終羽の海まで追い詰めて、 殺そうとした。すると、竹中方人は、恐れ入りました。どうか殺さないでください。この土地以外の他の場所には行きません。私の父、大国出身や、こと白主神の言葉には背きません。天神神の巫女の仰せの通りに、この吉原、中国を譲りますと言い、竹見一地の人に降参した。大国出身の国譲り立てご来人は、出雲に戻り、 大国主神に再度尋ねた。大国主神は、二人の息子が、天神神に従うのなら、私もこの国を天神神に差し上げます。その代わり、私の住むところとして、天神神の巫女が住むのと同じくらい、大きな宮殿を建ててください。そうすれば私は百足らず八十種へ隠れましょう。私の百八十柱の子神たちは、 長男のことしろ主審に従って天津神,神に背かないでしょうと言った。すると、大国主神のために、出雲国の多芸師のオバマに宮殿が建てられ、水戸神の孫、串八田神が、たくさんの料理を建てつった。竹三和知の人は吉原中国の平定を成し終えると、高間ヶ原に復命した。 天の保避の命と、大瀬藩三熊の大人の派遣天照大臣のこの、正や我かつる即美雨のおしほみみの尊をめとり、天心彦彦彦彦、ヒ、ニニギノ尊が生まれた。高間ヶ原に住む高見結孫尊は、自分の孫をよく可愛がりあがめていたので、天心彦彦彦コヒ、ニニギノ尊を、吉原中国の君主にしようと考えた。しかし、地上には、 ホタルビのように勝手に光る神や、ハエのように騒がしい邪神が多くいて、草や木さえも言葉を話せる状態であった。そのため、八十初心を集めて、私は、吉原中国の邪神たちを平定したいと思っている。誰を派遣すべきかと問うた。すると、神々は、天の保避の命は立派な神です。試してみてはどうでしょうと進言した。しかし、 使わされた、天野保姫の命は、国津上の長、大名討の人にこびてしまい、3年になっても報告に戻らなかった。次に天野保姫の命のこの大瀬藩三熊の大人とも、が使わされたが、父と、同じく報告に戻らなかった。雨若彦の派遣と、試合の背橋から望む長良川、愛美川は、長良川の急所とする説がある。 高見結び村は再び神々を集めて使わすべきものを尋ねると、皆は天国玉の子、飴若彦を使わすべきと答えた。飴若彦は高見結び村から授かった天禄寺弓と亜門屋をもって吉原中国へ向かった。ところが任務を果たさずに、美しく似たまのの娘、下手る姫、または遅刻玉とも言うをめとって吉原、 中国を支配しようとまで企んだ。高見結び村は長く報告が来ないことを怪しみ、無名記事を使わした。記事が、ア若彦の門前にあるゆつ森リの小に泊まるのを、目撃した、天元無女はア若彦に、奇妙な鳥が、カツラの木にいますと告げた。するとア若彦は、高見結び村から与えられた、天六寺弓と、アム矢でで雉を射抜いて、その矢は、 高見結び村のところまで飛んで行った。高見結び村は矢を見て、この矢は昔、雨若彦に授けたもので、地に染まっている。国つかみと戦っていたのだろうかと言って、矢を投げ返した。その矢は、新滑祭りの後に休んで寝ていた、雨若彦の胸に命中して、彼は、死んでしまった。天にいる雨若彦の父、天国玉が、 夫の死を嘆く仕立てる姫の泣き声を聞き、疾風を使わして、死体を天に運ばせ、萌屋を作って、上がりを行った。アメワカヒコの親友で、彼によく似ていたアジシコウヒコネガミは天に上って、トぶらいに訪れた時、アメワカヒコの親族や妻子は皆、我が君は生きていたと言って衣服にすがりついて、喜びに湧いた。すると、アジシコウヒコネガミは、 友達を弔うために絵を受けるのを覚悟をして、ここへ来た。どうして、死人と間違うのかと怒り、大ばかりで、もやを切り倒した。これが落ちて、美濃国の相見川にある、もやまになったという。共通主神と武三和知人の派遣、今年主人の主神の復獣稲佐の浜、高見結び村は神々に今度はどの神を、派遣すべきかと問うと、皆は言われず、 熱烈心の子であるい戸男岩戸女の子共通主身を勧めた。その時天あまねに住む神いつゆう神の子三日はやひ三ん、みかはの子即日神問いそくにの子武け和知神がいた。武け和知神は進み出て、共通主身だけが丈夫で、私は丈夫ではないというのかと抗議した。大変熱心に語るので、 共通主神に添えて、吉原、中国を平定させることにした。共通主神と武見和知人は、出雲国の五十殿京のオバマにふり至って、戸塚県を抜いて、逆さに地面に突き立て、その県先にあぐらをかいて座り、大名無知の人に、高見結び村は高村を、天から下してこの地に君臨しようと思っているため、地上を平定するために、我々を派遣された。 ご意向はどうだと問い詰めた。すると大名内の王人は、息子に尋ねてから答えを出すと言った。その時、その子のことしろ主人は、出雲国の山歩の岬に魚釣りをしていた。そこで、二柱の死者は、熊野の諸手船ともに、死者の稲瀬すねを乗せて、ことしろ主人のもとへ使わした。ことしろ主人は死者に、父は去るべきでしょう。 私もそれに違反しませんと答えて、海の中に、ややおし馬書きを作り、船の橋を踏んで姿を消した。大名無知のノ人の国譲り出雲大社の古代本殿の模型統制すねが帰って報告すると、大名無知のノ人は二柱の神に、頼りの息子は去ってしまったので、私も去ることにします。もしも抵抗すれば、国中の神々も同じように戦います。しかし、 私が身を引けば、従わない者はいないでしょうと言った。そして、国を平定した時に用いた候補を二柱の神に、授けて、天尊がこの矛を持って、国を治めれば、必ず平安になるでしょう。私は、今、百足らず八十九前へ隠れますと言い終えて、姿を消した。すると、共通主神と武三和知人の二柱は服従しない、鬼神を処罰して、 地上を平定した。一書によると、二柱の神は、邪神と草木、石を征伐した時、星の神、カガセオだけは最後まで抵抗した。そこで静神である、竹鉢地の命を使わせて復讐させた。それで二柱の神は天に復命した。第九段一書アメワカヒコ道保一書によると、アマテラス大臣がアメワカヒコに、豊か吉原中国は、 私の子が治めるべき地である。しかし、凶暴な悪い神々がいるので、先に行って、これを平定せよと命じて、彼に、天六寺海、天神かごやを授けて地上へ使わした。しかし、雨若彦は、多くの国つかみの娘をめとって、八年経っても、報告に戻らなかった。そこで、アマテラス大臣は、重い金の陣を召して、来ない理由を尋ねた。 重い金の人は、記事を使わして、アメワカに聞かせよう、と進言した。派遣された記事は、アメワカの門の前の言うつもり樹の小杖に止まって、アメワカはなぜ、八年もの間、復命をしないのかと泣きとう。その時、国津神の天元無女が記事を見て、泣き声の悪い鳥はこの木の上にいます。射殺しましょうと言った。アメワカは、天六寺弓。 天神かごやで生地を射抜いて、その矢は雉の胸を貫きついに天神のところにまで届いた。その矢を見た天神は、雨若彦に与えた矢が、なぜここにあるのかと言った後、矢を手に取って、もしも横島な心で矢を撃ったのなら、雨若彦は必ず害に遭うだろう。だがもし正しい心を持って撃ったのなら、何も悪いことは起きないだろうと呪いをかけて、矢を投げ返した。 その矢は、アメワカヒコの胸に命中して、彼は即死した。アメワカヒコの祭司たちが、天から降りて、棺を持ち帰り、天に、萌屋を作って、上がりを行った。アメワカヒコの親友のアジシコをヒコネガミも天に昇って、友を弔い、大いに泣いた。ところが、アメワカヒコとよく似ていたため、アメワカヒコの祭司たちは、我が君は生きていたと言って、その衣服にすがりついていた。 すると、アジシコウヒコネ神は、怒り、亡くなった友を弔うために、ここへ来た。どうして、死人と間違うのかと言って、戸塚か県で、もやを切り倒した。その小屋が落ちて、身の国のもやまとなった。ここでは、天なるや、弟七夕の促せる玉のみすまるの穴玉はや、三谷に渡らす、アジシコウヒコネという歌は、葬式の参加者、 あるいは、アジシコウヒコネガミの妹の下テルビメが、作ったものとされる。さらにもう一つの歌を歌ったという。甘坂しばしばひなと謎の岩たスニにしわしも、つぐかはかだたすくさとしかおのたすくさとししかあみは、としかずだつぐ妹、りょうよつぎじをつぐよりおんどころねいつぐかはかだたすくさとし、天んりるえびすの、岩たラス、はさまもぎしかわへんぶちかたぶちにあみはりわし、 女郎義に義しより記石川編淵共通出身と武三一知人その時天照大臣は重い金の人の妹万幡豊秋津美名の地を正や我かつ勝る側美雨の押し穂耳の村に目合わせた天照大臣は彼に雨下りを命じたが,天,天,じたが天の浮き端に立った雨の押し穂耳の村は地上を見て未だに平定されていないこの醜い国は嫌だと言った すぐに天に戻った。そのため、アマテラス大臣は、竹見和知人と、共通主神を派遣した。二柱の神は、出雲に降りて、オ名ナムチ人に、この国を、天の神に譲るかと問うた。オ名ナムチ人は、私のこのこと白主は鳥を狩りをしに、水戸の岬にいます。彼を訪ねてからご返事いたしますと答え、死者を使わして訪ねさせた。 今年の主人は、天神の要求されるところであれば、建て祭りましょうと返事して、オ名ナムチノ神はその言葉を報告した。二柱の神は吉原、中国が平定されたことを復命すると、アマテラス大臣は、アメノオシホミミノ村に再び天下りを命じた。しかし、この時にはすでに高尊が生まれていたため、アメノオシホミミノ村は、 私の代わりにこの高村を降臨させようと思いますと申し上げた。その結果、高村が地上へ降ることになった。第九段一所共津出身と武三一知人、香取神宮天神は、共津出身と武三一知人を、剣して、吉原、中国を平定させようとした時、二柱の神は、天には、天摘みかぼし、またの名を、 天下がせよという悪い神がいるので、まずこの神を征服してから、吉原、中国を閉店しようと告げた。天積みかぼしを制するための採取神は、時の大人とも言い,い、東国の鳥の地に鎮座する。二柱の神は、出雲の五十殿京のオバマに降りると、大名ナム人に、この国を天の神に譲るかと問い詰めた。大名ナム人はこれに同意しなかったので、 共通主神は一旦天に戻って報告した。そこで、高見結び村は再び二柱の神を、大名ナムの神に使わして、現世の政治は我が孫が治めるべきものなので、代わりに、猶予の神事を司さどれ。お前の住むべき、天碧住み具を作ろう。お前の祭祀を司さどるのは、天の保避の命であると言った。すると大名ナムの神は、天神の王世は行き届いております。 従わないわけにはいきませんと、ようやく交換条件を受諾する。木神を二柱の神に、自分の代わりとして推薦してから、大名無知の人は永久に隠れた。共通主神は、木神を先導役として、吉原、中国を平定した。服従しなかったものを切り殺して、従った者には褒美を与えた。 この時に基準した主張は、大物主神とことしろぬし神であった。そして、大物主神とことしろぬし神は八十万神を、天高市に集めて、それらを率いて天に登って、忠誠心を示した。高見結び村は、大物主神に、もし国つかみをめとれば、お前には、無本の心があると思ってしまう。だから、私の娘の三発姫をお前の妻とさせたい。 八十万の神々を率いて、永遠に高孫を守護したて祭れと御事乗りして、抱界に帰り降らせた。第九段一書無名を好き地、無名め好き地、高見結び村が、高孫の二二義の村を、吉原、中国に降臨させようとしたとき、八十初心に、吉原中国は大きな岩や、木の株、僧の葉もよく言葉を話す。夜は、火の子のようにやかましく、 昼は、ハエのように湧き上がっている、と、うんぬん。高見結び村は、昔、アメワカヒコを、吉原、中国に使わした。今でも報告に来ないのは、国つかみには抵抗するものがあるからだろうかと言い、無名オスキジを使わした。この記事が飛び下って、あわや豆の畑に泊まって帰らなかったので、高見結び村は、今度無名メス記事を送り出した。 この鳥は、アメワカヒコの矢にあたって、天に戻って報告した。ここからは、天孫降臨につながる。その項も遺伝であり、要所要所で略すのは、他の書と告示するからと思われる。大国出身、出雲国造神菓氏では、危機と、少し異なる、国譲り神話が語られている。高間ヶ原を治める、こう見たの命が、出雲国造の塩素、天の保避の命を、 国土の視察に派遣した。天の保避の命は地上を、くまなく視察した後、豊か吉原、水保国は、昼は、ハエのようにやかましく、夜は、炎のように光り輝く荒々しい神々がはびこり、岩も木も、青い水の泡までもが物言う荒れ来る国であると、報告し、自分の子である点、エビストリー命に、ふつどしい命を添えて地上へ派遣した。 荒ぶる神々は平定され、地上を開拓経営した大穴持大宮は国譲りに同意した。すると、大穴持命は、自分の二木玉を大井ご和しに、さらに子たちをそれぞれ担ぎのかもうなひさげ、そしてあすかに鎮座させて、皇室の守護神とした。そうした後に、大穴持命自身は八百短吉偶に沈まり、止まったという。周囲には、 日本初期と同様の国譲り神話が含まれている。アマテラス大臣と高見結び村は、天心彦御子とを、吉原中国の君主にしようと欲して、地上を平定するために、共通主神と武三和知神を使わす。オーナムチ神とその子のことしろ主神は身を引くのに、同意して、二柱の神に矛を授けてから姿を消した。 共通主神と竹三和知人は基準しない鬼神を討伐して天に復命した。仙台球児本義に見られる国譲り神話は古事記と日本書紀の記述を組み合わせたと思われるものでそれらとほぼ同様だが大きな違いのいくつかは以下の通りである。出雲国風土記では危機書祭の国譲り神話のような話は見られないが、王群母張教の城では大穴持ち命が 自主的に、出雲国以外を譲るという伝承が語られている。天の、勝倉志士、大見は、大穴持ち命、腰の八口を平らけ玉物して帰り今ししとぎ、長江の山に刻してみ事のりりたまいけらく、我が作りいまして、命らす国は、すめらお孫命、平らように知らせと、いさしたて祭り。ただし、役も立つ出雲の国は、我が静まりいます国と、 青垣山めぐらしたまものひて、を着たまちんおきたまものひて守るとみことのりりーた、まひき。ゆえ、分離という。国譲り神話と稲作日本の初期の稲作は、岡戸が主流だったとされ、ひなたでは、近畿や九州北部などで頻繁に出土する、弥生時代の青銅器がほとんど出土しない。よって、ひなたの文化はそれらよりも遅れて伝わったと考えられる。 宮崎県埋葬文化センター所長の北郷、広志道によれば、このことから、岡戸の生産効率の低さへの不満に、高間川原の勢力が大国主に国譲りを迫った、理由があると考えられるという。出雲国造人が死における、描写機器では、天の保避の命は、国譲りの使者としてあもって3年間も、覆面しなかった裏切り者のような存在として描かれて、 いるのに対して、出雲国造人らしでは、地上の様子を、くまなく視察し、さらに、自分の子、アマネービスドリを、ふ都どし命とともに、地上の平定のためにあもりさせた神となっている。竹光誠は、神がしに見られる国譲り神話の方がその原型に、近いとしている。この説によると、この神話はもともと、出雲市の祖、天のノホの命が、 大国主神を鎮めるという形で伝えられたが、朝廷による支配が強まると、天の保姫の命の手柄が軽んじられるようになってしまった。一方、滝音農野は、神菓では天の保姫の命が含めを怠った、神とされていないと同時に、国譲りの交渉にも直接関わっていないことを指摘して、このことから、神菓に見られる伝承は、 危機の神話を意識して整えられたものであると主張している。天に届いたカエリア、アメワカヒコの矢が天に届く話はユダヤ教圏やイスラム教圏に見られる。創世紀の登場人物、ニムロドにまつわる伝承と似ている。この伝承によると、ニムロドが天に矢を置いた時、それが地に染まった状態で帰ってきた。傲慢であったニムロドは矢についていた血を見て神を。 射殺したと思ったが、彼がいたのは、ただの鳥であったという。インドや中国にも、同型の伝承が見られており、中東から、インド、中国、東南アジアを経て、日本に伝わったと考えられている。総令、古事記と、日本書記によると、アメワカヒコの葬儀は、鳥が執行した。この話は、 古代人が鳥を魂を運ぶ死者と見ていたことから、来ていると考えられている。アジスキタカヒコネが弔問した時、アメワカヒコの遺族が彼をアメワカヒコと間違えたというのは、古代の葬式には、鎮魂の意味があり、いわば復活儀礼の一種であるからとも考えられている。死者の魂は、死の国に向かうのは、死体が腐敗し始めてからと考えられ、 それ以前は蘇る可能性があると信じられていたようである。アメワカヒコの葬式には、死体が腐らないうちに魂を呼び寄せて、復活させようとする意味が込められていると推定される。したがって、鎮魂リレーによってアメワカヒコは生き返ったと、その遺族が誤認したという解釈ができる。カ島シマ神宮、古事記では、国譲りの交渉に成功したのは、 武見一知能人とされる一方、日本初期では、この場面に、主に活躍するのが、共通主身で、武見一知能人が脇役となっている。と、豊か仏神がある。出雲国造人菓子や、出雲国風土器にも、仏都市命が登場する一方を、武ケミカズチは見られない。このため、国譲り神話の原型には、共通主身が主役として登場していたという説が、 挙げられている。共通主神は、二通見玉の神格化で、それを祀った者のべしとは、関係があるという見解もある。石上神宮、丸山次郎は、竹三和知の神と、共通主神を、山東王権の発展と拡大に、重要な役割を持った者のべしが放塞していた、神々都市、鹿島神宮と、香取神宮は、 朝廷の祭祀を司る中富の氏と関係する以前に物部氏が東国へ進出した際に成立したものとしていた。一方、寺村光春は鹿島神宮が大和政権物部氏との関係のもとに成立していたカトリ神宮とは異なり在地性が強いため本来は土着豪族の勢力下にあったという説を唱えていた。この説においては 物部氏の没落後に、香取神宮とは別に新たな軍事と祭祀の基地が要求された結果、鹿島神宮が大和王権の勢力下に入った。この過程によって、古事記や日本書紀には、竹三和知の人と共通出身が混同されたような形になったという。大和岩尾は古事記において大物出身の光栄とされる竹三和の命が、 竹三一知の神の原型で、国譲り神話に見られる天神神の竹三一知の神は、中富の氏,の氏の氏神とされるようになってから成立したものとしている。この説によると、鹿島に祀られている神は、もともとは、大野氏が放祭していた大物主系の竹三一知の命で、同祖神的な性格を持った亀の神であったが、中富の氏が、雷の神として、献身。 武神という性格を持たせて、国譲り神話に挿入した。方が年夫は、古事記の竹三風地の命は、古事記や、旧事本義に見られるその経図や、多氏族との比較から、三輪の氏の祖神で、伊夫多た泥振る命の曾祖父に位置づけた。また、三輪の氏と大野氏はそれぞれ、渡積族と天孫族の出身で、経図、宗族、祭祀体系からも、この西は、 全くの別族であり、竹三和知の人は、最初から、中富の死の氏神であるとする。この説によると、山木族は、家臣、陸蛇、屋雷に縁湯があり、帰国像の系譜に見るように、家具つの人を子祖としており、また、中富の史上祖に、糸、死や、祖父とあるように、祖兄に、複数の雷人が見えることから、竹三和知の人は、雨の子屋根の命の父。 兄弟むすひいのちと、同一神であり、もののべ氏が放塞した献身たる共通主神と、中富の死が放塞した雷神たる竹見和知人とは、別の神とする。なお、新東大辞典には、竹見和知人と、共通主神とは、同神とする説があるが、なほ別々の二神の名と見る方が妥当であろうと、記載されている。諏訪大社上社本宮竹見中田人は、古事記では、 国譲り神話のみに登場している。大国出身の子でありながらその系譜には名前が見られず国譲りの場面にも唐突に出てくる。そればかりでなく、出雲国風土器や出雲国造人菓子にある出雲国の伝承にも一切登場しない。この理由から、竹港人を国譲り神話に挿入された諏訪地方の土着神、または古事記の編纂者もしくは、 朝廷側が造作した神とする説が挙げられている。なお、過去には、武竹中田人が、伊説美子、おほ進ス命、天摘みかぼし等のような神話が似ている神々と、否定されることがあった。近年では、長須根彦、天根八元津彦命と、同一視する見解もある。古事記や、旧字本義に見られる武竹中田人の配送の話が、 諏訪大社の起源端として認識されるようになったのは、諏訪大明神菓子成立以降で、諏訪では、これと異なる神話が伝えられている。この神話は、古墳時代に起こった出来事を反映しており、古事記の説話のモデルともなったと考えられていたが、この伝承自体があまりにも、聖徳太子と、モノノベモリアの争いにまつわる伝承と似ていることから、 中世の聖徳太子伝承の影響を色濃く受けた、あるいは聖徳伝承を元にして創作された、神話であるという意見も近年になって出てきている。古事記では、竹南方人が無様な負け方をした神として描かれているが、中世伝承では、神宮皇后や坂の上の田村麻呂に力を貸した、立派な神とされ、平安時代末期から、 香取神宮や赤島神宮に並ぶ軍神として広く信仰された。中世前期の諏訪大社の演起は当時広く読まれていなかった古事記や日本書紀の影響なしに成立したものと考えられている。諏訪大社は諏訪湖の南にある上社城とその北にある下社の二社からなる。竹田人を祀る上社城ではかつて大法里と 呼ばれる神官が神の身体とされ、現人神にして崇められていた。この王法理は、神の身代わりであるがゆえに在職中に穢れに触れては、ならず、諏訪軍から出てはならないとされた。古事記では、竹中方人が、この地を除きてはたところにいかじと誓う場面は、この起手に関係するという説はある。ただし、王法理を、権威や権力から超越した。 現人神とする信仰はそう古くなく、鎌倉時代に起こったもので、大宝理の軍外不出の起きても、古事記とは直接関係がないという説も挙げられている。方が年尾の説によれば、本来の高間ヶ原は、北九州の筑後川中、下流域にあり、天村降臨の地は、現在の伊藤郡、佐原郡あたりで、吉原中国とは、 渡津美信仰の強い中軍のことであって、現在でいう出雲国ではないともされる。実際に名国と想定される、博多地域では、滋賀海神社や安住市など、渡津つ族の色合いが濃く、出土した金印の中も渡津つ族のトーテムである蛇である。また、今年の主人と竹南方人の国譲りは、日本初期の新婚胆にも見えるように、実際には、 現在の奈良県であったとされる。実際に、出雲国風土器には、今年の主人も、竹見中方人も登場しない。他には、危機神話における、出雲を、現実の出雲国だけではなく、山東県に基準しなかったと思われる地域、部族の総称とする説もある。ありがとうございます。